マンとナゲルマケルス。あとはマンブドアール信頼者会社の15号信頼者。ウィリアム・ダルトンマンあるいはマン大佐はアメリカ合衆国出身の軍人、実業家である。南北戦争時には北軍の騎兵であった。退役後は石油採掘、鉄道、雑誌発行など様々な事業を手掛けた。しかしその中には詐欺や恐喝まがいのものもあった。 ウィリアム・ダルトンマンは1839年9月27日、オハイオ州、サンダースキーに生まれた。若い頃から、金に、だらしのない男という評判があったという。短期管理士としての教育を受けていたが、南北戦争が勃発すると、ミシガン州、もっとも死願の理由は、借金を踏み倒すためであった。マンは、騎兵としては優秀であり、軍大佐まで昇進して、 第7ミシガン義勇旗兵連隊の連隊長にも任命された。ゲティスバーグの戦いでは、ジョージア・アームストロングカスターの指揮下で活躍した。軍務の傍らで、マンは金儲けも企んでいた。1863年12月には、不評の使う配能の改良法に関する特許を取得し、合衆国軍やオーストリア軍に売却している。 また戦場でも記念品になりそうなものを拾い集め、後に戦争の資料を収集していた陸軍省に買い取らせることに成功した。北軍の勝利がほぼ確定すると、マンは軍を去り実業家へと転身した。この頃、ペンシルベニア州で油田が発見され、話題となっていたが、マンは輸送の発見された土地の隣の土地を買い、ここで石油を採掘するための出資者を募った。 この時マンはすでに敷屈に成功していると称したが、出資者に見せた油は他の場所で入手したものであった。結局万の土地から石油は出ず、マンは出資者に訴えられたが、優秀な弁護士を雇って裁判をうやむやのまま決心不能にしてしまった。1870年からはマンは鉄道事業に参入した。マンはコンパートメント式の寝台車を製造し、 これを警防車と名付けて鉄道会社に売り込んだ。しかしこの頃のアメリカではジョージ・プルマンの設立したプルマン社が開放式の寝台車の製造、営業を行っていた。マンの車両はプルマンの車両に比べ定員が少なく収益が見込めないことからどの鉄道会社も採用しなかった。そこでマンは1872年にイギリスへ渡り、 ロンドンでマンブドワール信頼者会社を設立した。ところが、国土の狭いイギリスでは、信頼者の需要はそれほど大きくなかった。一方、ベルギーでジョルジュ・ナゲルマ・ケールスによって設立された国際信頼者会社は、大陸ヨーロッパで信頼者事業を始めていたが、事業の拡大に必要な資金が不足していた。マンは、ナゲルマ・ケールスと手を組み、 1873年1月4日には、マンブド・アール社が国際信頼社会社を吸収する形で合併した。新会社ではマンが財務を担当する一方で、鉄道会社との交渉は実績のあるナゲル・マケールスに任された。一方、プルマンも1871年にはイギリスに、1872年にはイタリアに進出し、ヨーロッパでの事業を始めていた。 マンはこれに対抗するため、様々な宣伝活動を行った。その中には、イギリスのエドワード大使を自社の車両に乗車させるというものがある一方で、プルマンの解放式寝台車は、男女が同じ部屋で雑魚寝する非倫理的なものであるといったネガティブキャンペーンもあった。ところが1875年になると、マンは突然ヨーロッパでの事業への意欲を失ってしまう。 ナゲルマケールスの説得にもかかわらず、マンは社長職をナゲルマケールスに譲ってアメリカに帰国した。マンはアメリカでアメリカンマンブドワール信頼者会社を設立し、再びプルマンに競争を挑んだものの敗れている。その後マンはニューヨークのタウントピックスという雑誌社を買収した。これはもっぱら上流階級のスキャンダルを暴く。 ゴシップ週刊誌であり、雑誌の売り上げそのものよりもスキャンダル対象者からの口止め料で利益を得ていた。このためマンの周囲には訴訟が絶えなかった。1920年5月20日、マンは肺炎のため死去した。死の直前には第二次世界大戦を予見するような社説を書いていた。ありがとうございます。